はい、こんにちは。今日は2011年東京大学の問題です。問題はこちらです。座標平面上に点 P が与えられていて、放物線 y イコール x 二乗上の 2.9R を、3点 PQR が QR を底辺とする二等辺三角形をなすように動かすとき、三角形 PQR の重心 G の軌跡を求めようといった問題ですね。まあ、これ状況を確認すると、まあ、とりあえずグラフ書いてみると、XY 平面上で、まあ、まずは y イコール x 二乗っていうグラフが、こうありますよと。で、まあ、点 P っていうのも、この y イコール x 二乗上にありますよね。まあ、この辺にあるよと。P。まあ、2分の1、4分の1ですね。で、あとは QR っていうのが、この、これ上にあるよと。で、この二等辺三角形になるようにしたいので、まあ、この場合だと、まあ、この辺ですかね。こんな風に、二等辺三角形。QR。で、ここの長さが等しいよってことですね。底辺が QR で、となるような二等辺三角形。で、ここの座標が α、α2 乗で、こっちの座標が β、β2 乗ってことですね。で、あとは、この重心 G、ここが G ですよと。で、この xy、これの軌跡を求めたいよと。qr がここが等しくなるように二等辺三角形になるように動かしたときに G を求めたいよということですね。G がどんな動きになるかと。で、じゃあまず G を求めたいので、この3つの、重心ですので、2分の1と α と β 足して3分の1したのが x 座標ですね。2分の1足す α 足す β の3分の1ですよと。これが x 座標。y 座標の方は α2 乗と4分の1と β2 乗を足して3分の1。ですので、4分の1足す α2 乗足す β2 乗ですよと。こんな風になります。で、今これを x と置きますよと。これを y と置きますよってことですね。で、xy の式にしたいので、じゃあ α 足す β、α2 乗足す β2 乗。に関する式を作ってあげれば、それで xy を求める式を作れそうですね。ということで、あとは、α と β の関係式を作りたいということなんですが、今ここは二等辺三角形ですので、ここの長さとここの長さ等しいよってことで、α と β の関係式が手に入りそうだと。じゃあそれを作ってみると、2分の1マイナス α の2乗、足す4分の1マイナス α2 乗の2乗ですね。これがここの2乗ですね。まあ、この2点間の距離の2乗だっていうと、三平方の定理でこう、ここの2乗足すここ2乗ですから、これ2乗足すこれ2乗になりますよと。イコール、ここも同様にこれ2乗足すこれ2乗ですから、2分の1マイナスベータの2乗足す、4分の1マイナスベータ2乗の2乗ですね。これが等しいよと。で、これをこっちに持ってくると、これマイナスこれイコール0ですね。これマイナスこれイコール0というふうになりますよと。で、ここでこれとこれをセットに考えましょう。こっちはこっちでセットで考えましょう。そうすると、2乗引く2乗ですから、和と差の積が使えますよと。じゃあ、これとこれですので、これ足すこれはっていうと、2分の1足す2分の1で1。で、マイナス α、マイナス β ですよと。今、これ足すこれがこれ。かける、これ引くこれですね。そうすると、2分の1が消えて、これ引くこれですから、マイナス α 足す β になるよと。で、ここマイナスを出すと、α 引く β ですね。ここが α 引く β と。この辺になります。今ここの部分を計算しました。次ここですね。足す、これ足すこれはっていうと4分の1足す4分の1で2分の1、マイナス α2 乗マイナス β2 乗ですよと。で、あとはこれ引くこれをすると4分の1が消えてマイナス α2 乗、マイナスマイナス β2 乗ですからプラスの β2 乗と。で、これもマイナスを出すとここマイナスになって α2 乗引く β2 乗ですね。ということで、こういうふうになるよと。で、イコール0。今ここの部分を計算するとこうなるよと。で、これ見てみると、まあ、まずマイナスかけましょうか。そうすると、プラスプラスになるよと。で、あとは、アルファ引くベータっていうのが、ここ両方含まれているので、これで割っちゃいましょうか。今、アルファとベータっていうのは、これ二等辺三角形になるわけですから、等しくはないですね。アルファとベータっていうのは等しくないよということから、これで割ることができるかと。そうすると、これで割ると、これが残って、1マイナスアルファ引くベータ。まあ、これマイナスでくくりましょうか。そうすると、こうなりますね。で、足す、こっち側は、これ α 引く β が1個消えると α 足す β になるので、2分の1マイナス、ここもマイナスで来ると α2 乗足す β2 乗ですよと。これかける α 足す β ですね。こういうふうになります。で、これで α 足す β と α2 乗足す β2 乗っていうのが出てきたよと。ここの部分と同じものが出てきましたね。ですので、じゃあこれをまとめて文字で置きましょうか。じゃあ、この α 足す β っていうのを、じゃあ、例えば S と置いて、α2 乗足す β2 乗っていうのを T と置けば、そうするとここが S、ここが T ですね。で、ここ S ですよと。
そうすると、この式っていうのは、1-s 足す、s かけるこれですね。2分の 1-t と、イコール0という形になって、これ s でくくると、1、まあ、プラス s にしましょうか。マイナス s にしましょうか。マイナス s の、括弧の、これ1。で、ここマイナスしたので、これのマイナス。マイナス2分の1プラス t で、イコール0という形になって、ここ2分の1足す t ですね。ということで、こうなります。つまり、今、これが手に入ったよということですね。これっていうのは、この式ですよと。で、あとは、ここに s と t、xy の式で表して、この s と t をここに突っ込んであげれば、xy だけの式になるよということで、これが、この奇跡の方程式ですね。つまり、s っていうのは、これ3倍すると 3x、マイナス2分の1ですね。で、こっち t イコールにすると 3y、マイナス4分の1したら t になるよと。ということで、これをここに突っ込みましょうと。そうすると、x と y の式になるよと。で、これ突っ込むと 1-s が 3x マイナス2分の1で、2分の1足す t ですから、これに2分の1足すと、プラスの4分の1になりますね。3y プラスの4分の1。で、イコール0ですよと。じゃあこれをこっちに持ってくると、これイコールこれなんですね。イコール1になるよと。で、じゃあまあイコール1こっちに書きましょうか。そうするとイコール1になるよと。で、これはっていうと、まあ、これも3出しましょうか。3を出せば、3でこうなって6分の1ですね。3を出したんで、ここ6分の1ですよと。で、これも3を出すと、ここ3が消えて、12分の1ですね。こうなるよと。つまりここ9ですから、9分の1ですよと。9で割ると、これ9分の1。ということで、これっていうのは双曲線ですね。x の式と y の式かけたものが9分の1ですよと。で、要するに xy イコール9分の1を、x 軸方向に6分の1、y 軸方向にマイナス2分の1平行移動したものということですね。こんな式が手に入りました。これが、この xy のこの奇跡の方程式ですよ。ですので、こういう放物線、双曲線ですね。双曲線になりますよと。あとは範囲ですね。範囲がどうなるかってことなんですが、これは実数条件を使いましょうと。今、s と t は、α 足す β、α β の式にして求めていきましょうか。今、α 足す β っていうのが s ですよってことですね。で、α 二乗足す β 二乗を t と置いてるので、こっから、変形して α β を出していきましょう。これはというと、α 足す β の二乗マイナス 2α β ですから、これですね。これイコール t と置いていますよと。で、ここが s ですので、これっていうのは s2 乗 -2αβ イコール t ですね。ということは、αβ はっていうと、これこっちに持ってきて、2αβ っていうのが s2 乗 -t ですよと。で、2分の1したのが αβ。つまり、αβ っていうのは2分の s2 乗 -t ですね。ということで、この2つの式が出てきましたよと。2つの対称式ですので、α 足す β と αβ を求めてあげて、で、これを解に持つ二次方程式を作りましょう。つまり a2 乗マイナス α 足す βa プラスの αβ イコール0と。これが α と β を解に持つ a の二次方程式ですね。まあ、これはというと a-α、a-β という形で因数分解できますね。これは。ですので、これが α と β を解に持つ二次方程式ですよということですね。じゃあ、ここ α 足す β、今 s ですから、ここ s に変えましょうと。そして αβ というのはこれですから、これに置き換えましょうと。そうすると、こうなるよと。これが、α と β を解に持つ二次方程式。そして、α と β というのは実数ですよね。実数条件を使いましょうと。実数。しかも、α と β というのは別の値ですよ。つまり、これは異なる二つの実数解ですね。と異なる二つの実数解。ということです。異なる二つの実数解を持つ条件ということは、判別式 D が正であれば OK と。判別式 D は S2 乗マイナス4かけるこれですね。これが正であるよと。じゃあこれ計算するとここ2ですね。つまり2かけるこれっていうふうになるよと。これさらに計算するとマイナス S2 乗プラス 2T が正ですよと。じゃあこれこっちに持ってくると、プラスの S2 乗で2分の1ですね。つまりこうなるよと。T というのは2分の S2 乗より大きいよと。で、これをあとこれ S と T をここに突っ込んであげれば XY の範囲が出ますよね。これで XY の範囲を出していきましょうと。そうすると、じゃああとこれここに突っ込むと、t が2分の s2 乗より大きいですから、t がこれ。つまり、3y-4分の1、大なり2分の1の s2 乗。これの2乗ですよと。
3x-1/2 と。これが出てきました。じゃあまずこれ、こっち持っていきましょう。プラスの1/4なんですね。これをこっちに持っていくと、これが消えて、3y。で、1/3しましょうか。そうすると、y。で、これ1/6になって、1/3すると、1/12と。で、さらにこの3を出しましょうか。そうすると、これ3(x-1/6)ですね。で、それ、これの2乗ですから、3が9。で、こうなると。もうこの分っていうのはこうなる。で、これ1/6ですから、2/3ですね。結局、ここは1/2になって、ここがこれの形になるよと。つまり、x-1/2ですよと。こうなりますよね。で、ということで、これの範囲ですよと。この方程式のこの範囲の部分が、この軌跡ですよということが分かりました。じゃあ、あとは図示してみると、これっていうのは、xy 平面上で、まずこれは、x 軸方向に1/6-12平行移動するわけですから、要するにこういう反比例のグラフなんですけども、こういう反比例のグラフを軸がずれるわけですね。x 軸方向に1/6、y 軸方向に -1/12ですから、軸がここにずれるよ。つまりこういう反比例のグラフですよと。こういうグラフ。で、あとはこれのグラフの、これより上の部分ですよと。これっていうのは、頂点が1/6、1/12。ちょうど1/6がここですから、1/12。この点ですね。この点が頂点で、こういうグラフですね。まあ、こんなグラフですよと。まあ、点線にしましょうか。この点線にすると、こういうグラフ。で、これよりも上側ですよと。で、これっていうのはこういうグラフでしたね。このグラフの、これより上側ですので、まあ、ここからこう降りてきて、もうこの辺でぶつかって、もうここから点線ですよと。まあ、こういうグラフなんですが、このグラフのこれより上側の部分が求める答え。で、ここも含まないので、ここは白もあると。つまり、ここの部分が、この、この G が動く軌跡ということになるわけですね。ということで、これが求める答え。まあ、これとこれの含まれる範囲ということで、この部分ですよということで、こんな形で求めることができるのかなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。